青赤パークオンラインをご覧の皆さん、こんにちは。背番号14番の千田拓也です。背番号18番の千田大和です。今日も青赤パークオンラインをご覧いただきありがとうございます。あと怪我どうなの？怪我は、そうですね、まあ経過は順調で、あともうちょい、あとそうですね、2、3週間ぐらいでまあ練習に合流できるかなっていうところまでは来ているんで、まあボールも触り出したし、まあ、ジョギングとか問題なくできてるんで、まあかなり順調だと思います。千田選手は結婚されたということで、まずおめでとうございます。新婚生活はどうですか？いい感じですね。どういう感じで？やっぱ、ね、朝ごはん、お昼ごはん、夜ごはんと美味しいごはんが出るっていうのもすごく自分にとっては素晴らしいことだし、まあ一人じゃなくて、ね、家に帰ったら待っててくれてるっていう環境がすごくありがたいので、まあ、それに応えられるようにもっともっと頑張っていきたいなと思います。最高っすね。結構デートしますいえいえ、ここに質問カードが用意されているので、それをめくって答えていこうっていう企画みたいなので、早速やっていきたいと思います。はい、1枚目。東京の選手の中で一番面倒見のいい選手は誰ですか？誰？面倒見のいい選手、いやでもはい、いるかな。でもやっぱり健介くんとかは本当にどの選手にも声をかけてるっていう印象があるし、はい、でもみんなっすよね。森井くんとかも絶対移籍してきたら健介くんいたらすごい、なじみやすいよ、多分。一番最初に行くからね、健介くんが。結構3年目で結構言われる印象ない？去年俺結構言われた感じあって、ウッチーもその前の年、まあ、同じキャンプ同じ部屋でめっちゃ言われてた印象あるんだけど、選手会長になっても言われるし、日々口が開いている、口が多いずーっと言われる話、ずっといじってるね。ありがたいですけどね、そのいじりは。じゃあ2枚目いきます。アカデミー時代の思い出、お互いの印象は？アカデミー時代、小学校5年から、あれ5年、4年の時だっけ、4年生の途中か、4年生の途中だ、そのぐらいだよ。だからじゃあ5年生で俺が4年、アドバンスクラスに入って、あんまなんかその時いたのは分かってるけど意識はしなかったかもしれない。俺も同じ学年じゃないから、そんなスクールじゃ一緒に練習しないし、まあ中学校の時は、3年生の時もまああと中心でしたし、その時はだからうっちーがボランチで俺が左サイドハーフっていう、今の立場はちょっと逆の感じで、夏のクラブユースとか決勝まで行って最後準優勝だったけど、あの代相当プロの選手出て、今考えたらすごい、すごいメンツだったけど、関東リーグは高学年ギリギリっていう高価争いしてた。アカデミー時代の思い出って言ったら、高価格争いと、まあ、全国大会準優勝、そうね、あとはあの立山の夏合宿のあのきつい鬼橋、あれ、ウッチーの代、砂山行ってない？行った行った行った。私、ウッチーの代からでしょ。そう、謎の砂ね。あれはもうね、あれはもう地獄で、よく見つけたよって感じです、本当に。スタッフが高校の時はでも走りはなかったけど、まあそんな感じ。マナトの代も俺らみたいなも結構いい成績は残してて、ウッチーの代がすごくて、もうまあ J3 が始まったっていうのもあるけど、俺の代はなんかすごいインパクトある選手が多いってわけじゃなかったけど、まあなんかチームとしてのバランスがいいっていう感じだった。うっちの代も個の力がすごくて、個人技の集団層とか、そういう印象だったっす。次いくか。2021シーズンで背番号が変わりました。新しい背番号への思い入れは、その背番号を選んだ理由、互いにつけている相手を見てどう思いますか？やっぱり僕は東京を強くしたい、思う選手がつけるべき番号だと思ってるんで、まあ、本当に東京を強くしていきたいと思ってますし、その中心に自分がいたいと思ってるんで、東京の象徴となれるようにしていきたいなと思ってつけさせていただきました。18つけると思わなかったな、よく言ったなと思ったり、まあまあまあ俺も人のこと言えないけどうっちーはでも14番の印象相当強いけど、俺はもうなんかちっちゃい頃の写真とかを思い返しても
小学校低学年の時とか中学校もそうだし高校生の時もそうだしどっかで必ず14番はつけてたな。俺的に14番なんかすごいかっこいいっていうイメージがあるし、まあそれに似合う活躍をしないといけないっていう責任は私はすごく感じてるんで、まあ、そこはもっともっと頑張っていきたいなと思ってます。14番つけるまで初ゴールを取っといたっていう、まあ、そう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 、14番つけた年は中学校の時も高校生の時も活躍してるから期待してます。期待しておいてください。お願いします。日本も別にそこに関しては深く言われなかったですけど、なんか最初に何番とは言われないですけど、だから番号変えないのみたいな、それは俺も言われた、うん、そういう感じだったです。言われて、いやもともとつけたいなって思ってたんですけど、言われて、あそうだ14番にしたいですって言ったら、分かった考えとくって言われて、考えとくって言われるんですか。それで OK が出ました。まず健人くんと、まあ、話して、その後に奈緒さんに連絡取ってこうなりましたっていうのを、まあ、教科部の方に聞いて分かったんです。まあ、すんなり決まったっちゃ決まったっていう感じです。健人くんはもう取られんのみたいな、寂しいよみたいな言ってました。よっちゃんは何て言う？よく聞いてないです。いやなんか正直、まあ、結構サポーターの方とかはよっちくんに憧れて14番につけたとかそういう言ってる人が多いんですけど、まあ、自分的にはもともと14番が好きだったっていうのがある中で、でもよっちくんがつけてたっていうのがあるからやっぱ重みがある番号っていうのもあったので、そんな簡単につけられる番号ではないっていう、まあ、認識はしてましたけど、もともと14番が好きだったので、まあ、別にそこは僕には話してないです。自分の14番に染め上げていきたいですね。お互いの尊敬してるところ、参考にしたいところないだろう、後輩だもん。いやでも、見てて思うのは左足のキック、左右のキックがやっぱどっち利きか分かんないぐらいなんかあんまり違和感ないっていうか、左のパスの強さとかロングキックの精度とかっていうのとかはすごい自分にはないところだし、すごいなって、そこはすごく思うかな。ありがとうございます。いや、嬉しいです。僕は、やっぱり、ウッチーって本当に、何でもできるっていうのがすごいところだと思うんで、まあ、一人でボール奪って、一人でドリブルしちゃって、点取っちゃうっていうのが、やっぱり昔からの印象としてあるんで、まあ、その最後の点を取ってくれれば、まあ、本当、ウッチーの時代来ちゃいますね。まもなく来るかな。まあ、フリしたらがお世話になったんで3アシストぐらいはさせていただきます。待ってね。まずはしっかり怪我を治して、ピッチで躍動できるような準備をしていきたいと思っています。そして、まあ、18番を背負ったということで、東京をもっともっと強くしていけるように頑張っていきますので、これからも応援よろしくお願いします。今年14番になって選手会長にもなって、まあ、結婚したっていうことでいろいろ背負うものはたくさんあるんですけど、まあ、その中でもっともっと活躍したいっていう気持ちは誰よりも強いと思ってるんで、まあ、チームが勝てるようにそこに貢献したいと思っています。前回は負けてしまったんですけど、次また勝って優勝を目指していけるようにチームが、そして個人的にも頑張っていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。